クソジジイの楽曲解説、今日はランのアルバムからの6曲目から、ネイティブダンスということですね。ウィキとかもこう見ながらやってるんですけども、従来のビーズの作品のように打ち込みを対応してる楽曲と書いてますが、そんな打ち込みが入ってるわけじゃなくてですね、これループが入ってるだけなんですよね。トクチカトクトルフカトクトクトルみたいな。大体僕はループ入れるときって、ループの著作権フリーのサンプリング CD を何枚か持ってて、割とだから、ヨーロッパの、どこだ、スウェーデンかな、どっかのなんかサンプリング CD すごい好きで、今でも持ってますけども、そっからなんか持ってきて、でそれをなんかタイミングすごい厳密にずらすというか、結構まあ他の方のアレンジとかを聞くと、なんかループこれ2つ合ってないじゃんみたいなの、結構なんかすごい気になることあるんですけどね。なんか僕そういうのすっごい気になって、まあそれがだからまあ皆さんが普通に聞いてる時になんか気持ちのいい感じとかにつながるんだとは思うんですけども、まあ打ち込みは対応してなくてですね、打ち込みはだから本当にもうループだけなんですよね。それがだからなんか打ち込みを多用してるっていう風に感じるというか、打ち込みというよりはもうループを使うっていうのは打ち込みよりもまあ一世代新しいやり方ではあるので、稲葉くんがこのレコーディングの前にアメリカを一人で旅行したのかな、なんか車で一人でアリゾナとかなんかね、あの辺がすごい好きで、でまあそういうなんかインディアンの歴史遺跡とかなんかそういうところに行ったみたいで、ものすごくそこのアリゾナとかなんかその辺グランドキャニオンだったりとかそういう風なところにすごいハマってて、まあそれがだからこの辺のなんか歌詞関係とかもものすごく、で向こうに行った時にそれのそのネイティブアメリカン、まあ俗に言うインディアンっていうやつの、みんなでこう歌ってるなんか、そんな感じのなんか、みたいなのとか、なんかそういう風なのをなんかね、カセットテープを買ってきたんですよね、彼はね。なんかすごい気に入ってる。すごいいいのがあったとかって言って。で、僕はそれを、そのカセットテープをサンプリングして、で、なんかある程度の場に切ったのかな、それからずっと長い尺で使ってるのかな、なんかよく覚えてないけども。で、それをだからもうイントロからずっと入れてるのかな、なんか間違いなくだから、って感想の部分。あそこの部分とかは、それが絶対に入ってますね。だからなんかこう、ネイティブアメリカンの雰囲気ってのはそういう、もうほとんど聞こえてないんですけども、なんですけども、もう絶妙のね、その野村さんのエンジニアの野村さんのバランスでちゃんとこう雰囲気は出るけどもちゃんと聞き取れないみたいな、なんかそういうのが入ってたりします。それを入れたのはだから僕のアイデアというか、わけのわかんないことするんです、好きなんで。まあだからそのネイティブアメリカンのようなコーラスが歌われる箇所がありっていうのは、まあそういう風なバッキングにそういうのが入ってるっていうのとかもあって、まあそういう風にしたいな。その当時も僕は前世とかってなんとなく信じてて、今はもう確信なんです。当たり前なんですけども。あの頃はなんかあればいいなみたいな感じで考えてて、その時に、あ、稲葉くんはなんか前世ネイティブアメリカンだったんだなってすごく思ったことがあります。おそらくこの直感は当たってると思いますけどね。まあネイティブダンス、この頃稲葉くんはだから作詞方法を変えたかったそうで、この曲、きっかけになったのはこの曲だと語っていると。いうふうな風に書いてますけどね。そんなのはね、全然僕の預かり知らないところなんですけども。まあ、この曲は頭のベースのイントロってのがもう定番ですよね。これもね、だから、なんで思いついたとかもね、何回も話してますけどね、なんかね、たまたま思いつきました。なかなか難しいですよね、なんか。で、まあ、それが、だから、感想とかは、毎回弾いて、それの一番出来のいいと言ってもあんま変わんないんですけども、それをなんかこう、サンプリングでわざわざ貼り付けたっていうね、そんなことをしたい年頃でしたね、なんか。まあ、その辺がでも、おそらくだから、打ち込みを多用してるっていう感じには聞こえると思いますけどね。まあ、あとはね、もう歌中とかはね、どんだか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 がもう筋トレみたいなもんでね、なかなか苦行なんですけどもね。まあ、なかなかそういう感じで、ネイティブダンスっていうのは印象深い曲であったりします。はい。ジャプトリーパーのツアーの時とかは頭でこう、どんどだったどんって弾いて、パッて止めるんですよね。だから、ドゥンドゥダッタダーって弾いたら、もうお客さんギャーってなるじゃないですか。そしたら、ドゥンドゥダッタダーって止めるんですよ。で、あーとかしたら、ドゥンドゥダッタドゥ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 ガエーンとかって弾いて、だから2回こう気を持たせて、その後で後ろのシーケンサーをポンとして、コン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 って、ドゥンドゥダッタドゥ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 って弾いたっていうのも未だに覚えてますけども、まあ、それはまたツアーの解説みたいな時にお話をしよう。でもね、覚えてるかなーってね、なんか、なぎさえんとか覚えてるけどね、なんか、なんかいろいろ動画を見たりなんかするといろいろ思い出すのかもしれないですね。はい。そんな感じです。ネイティブダンスはそんな感じなんで、どうも、ありがとうございました。はい、クソジジイでした。
この話がですね、面白いなと思ったらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えると、なんかいろいろといいことが起こるので、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。